なんすかね。でも小学生とかぐらいの時とか、ファーってこうスカートをやっちゃったり。イエスさん、やったんですか。小学生ですよ。スカートめくりやってたんですか。小学生。あのそこだけあのピックアップされてしまうと、俺が今でもやってるみたいになるんで、それは全く違いますよ。小学生。あ、ほらもう。男子ってなんかこうやっぱりこう女子にどう接していいか多分わからないよ、まだその当時。わからなかったらスカートめくるんですか。なんかもうだからそういう嫌がらせじゃないけど、なんかこうちょっといじるような方法ですか、多分女子とコンタクトが取れないから多分そういう風にこう手が出てしまってたんじゃないですかね。でも結構好きな女子とかに男子。あのいじめちゃうタイプだと思いますよ。じゃあ好きな子にスカートめくりしたんですね。だからすごいかわいそうな目してますよ。白状してくださいよね。僕ですか。まあ、したと思いますね。ちょっと今その前謝ってくださいよ。謝ってください。謝るんですか。これ明日の時効じゃないんですか。これはもうこれ明日のニュースになりますよ。明日のニュース。EXILE ネスミス、スカートめくりをする。謝ってもいいですよ。その当時スカートめくってしまったあなた、あかん、本当にすまなかったと思ってる。思ってる。思ってそう。思ってそう。あー。